順でしたね。高校時代に野郎6、7人で来て2泊3日か3泊4日で、うん、川崎の高校生のお姉ちゃんナンパして黙ってることが気づいたです。そういう思い出だったんですね。じゃあ行きましょう、はい、じゃあルート136で、ね、くぼみで、くぼみで、あのルート136で出てくるとしてますよ。分かってますよ、あの越えてくだけなんですよ。でそろそろもう旅は終わりかなと、この道で、そろそろ彼女が告白するシーンということで ね、なんかあの皆さんがお仕事してるようですが、皆さんの目が気になるところへ、じゃあやりましょう。いいですか。はい、なんかね、歌ってる最中に A に
映画で取り囲んでんですよ。やべえやべえやべえ。本当だ。これカメラで見られないのすごいです。エイは食べるのよ。あ、食べちゃいけないですね。エイヒレ、エイヒレ。エイヒレ、エイヒレ食える。エイヒレ。俺でも食べれますかね。食べれる。あ、バスも取ってますよ。これも、オレンジのバスも取ってますよ。東海バスさん。あ、いや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 、いやいやいや。今日仕事してないんですわ、私。え、エイがあれですか。あっちにもいる。ほら、見える？ほら。わかります。あれはね、ミモリを近寄ってきたんですか。3匹いる。いや、あれミモリに近寄ってきたんですかね。かもしれない。歌に聞いて、歌で。だけどって来たね、エイが。女の子ほら、来た来た来た。ほら。来た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 。1メーターあるよ、1メーター、うん、ねえねえ、あの女の子は近寄んないで、A が近寄ってきたってことある、渡辺さん終わりましょうよ。畳のサイズだ、畳のサイズ。おお、はいはいはい、あの、終わりましょうよ。はい。だけどその後 A はいかがだったでしょうか。でかい、でかい。